百人一首43、権中納言篤太の歌です。あいみての、後の心に比ぶれば、昔はものを思わざりけり。歴史的仮名遣いです。あいみての、それから最後の句、思わざりけり。権中納言篤太は藤原の篤太です。平安時代中期の歌人で、優れた歌読みと評されました。顔形もよく、女性との噂も多かったそうですよ。さあ、恋の歌が続きます。あいみての、後の心に比ぶれば。あいみとありますが、動詞です。終止形はあいみるです。逢瀬を遂げるという意味を持ちます。ですから上の句はこのように、逢瀬を遂げてからの、その後の何々何々な心に比べると、接続助詞の場がありますね。比ぶれと言って依然形になっていますので、依然形プラス場、いつもお話ししている3つの意味の中から、今回は何々するとと訳します。恋人と会ってから、その後のどんな心に比べるとと言っているんでしょうかね。それは下の句を読むと分かってきます。昔はものを思わざりけり。この昔という言葉ですが、会う前はという意味で使われています。ここで皆さんにぜひ知っておいていただきたい表現があります。ものを思う、恋のために物思いをするという意味です。ですから、昔はものを思わざりけりで、会う前はそのような物思いはしなかったと言っていますね。このざりは打ち消しの助動詞ずです。そしてけりは詠嘆で使われます。少し言葉を付け足し補ってみましたが、会う前は同じ恋心でも今ほどの物思いはしなかったなという解釈ができます。ということは、恋人に会ってから、その後どんな心になったのか、その後の苦しくなる恋心、会う前の恋心とは比べ物にならないくらい、会った後の恋心の方が苦しい、こんな歌になっています。会う前ですから、ほんの前です。そのことを昔と表現するぐらい、もう全然今の自分と前の自分は違うということを伝えているんですね。この歌の言葉書きには、初めて女のもとにまかりて、またの明日に使わしける、逢瀬の翌朝、自分の家へ帰った男性が、夜明けまで共に過ごした女性のもとに送る歌を絹絹の歌と言いますが、まさしくこの43はそれです。会う前よりも会ってからの方が苦しい、そんな思いが赤裸々に読まれていますね。さあ、決まり字です。愛と読まれれば、無可の札を取りましょう。愛みての、後の心に比ぶれば、昔はものを思わざりけり。百人一首43、権中納言篤太の歌、以上です。